バハル負傷のマドリー・ジダン政権以来の3バック導入。マドリーついに3バックにしたのマジ？チュアメニが完全に CB に落ちて3バックになるの面白いね。今日の感想3バックは難しい。システムの噛み合わせが良くなかったのもあるけれど、守備面での運動量と集中力に不安はあった中で勝てて良かった。3バックへのトライは全然良いと思うけど、両脇の CB がサイドに出る場面が多くて、簡単にセルタに裏取られていたし、クルトワがキーパーじゃなければ3点くらい取られてもおかしくないくらいだった。3バックやるけど不安定でしたね。ミステルもやりくり大変だけど、全員で負担を分け合わないと、チュアメニとベリンガムの仕事量が増えすぎて不安だわ。それにしてもルカはさすがでした。3バックの最後の記憶これ。チナ CL 準決勝。マドリー3バック見ると20、21あたりのチェルシー戦よみがえるはビニシウス WB やらされてなかったっけ？ジダンの第二次政権以来な気がするけど、まあうまくいかないよね。モドリッチは神。